フィン・ハドソンは、フォックス放送のミュージカルコメディドラマ、グリー・グリーの登場人物である。演者はコリー・モンティス。日本語版の吹き替えは、小野大輔が担当した。フィン・ハドソンは、グリー・グリーの制作者、ライアン・マーフィー、ブラッド・ファルチャック、イアン・ブレナンによって生み出されたキャラクターである。グリー・グリー本編には2009年5月19日に放送されたパイロット版。 シンセグリー誕生から登場している。シーズン1からシーズン4にかけてメインキャラクターとして作品を支え続けた。2013年に演じているコリー・モンティスの救世を受け、シーズン5序盤でフィンの死亡も描かれることになった。同シーズン第3は大好きだったフィンへは前編フィン、さらにはモンティスに捧げるエピソードとなっている。 しかしながら、シーズン後撮影開始時はすでにモンティスは個人であった。ため、実質的にフィンが作中に登場するのはシーズン4が最後となる。フィンが登場する最後のパフォーマンスはシーズン1の1話でも歌われた Don't Stop Believing となった。フィンは、オハイオ州ライマのウィリアム・マッキンリー高校のアメフト部で。だが、ある日、シャワールームでレオスピードワゴンの 涙のフィーリングを上機嫌で歌っていたところを、クリーブ顧問のウィル・シュースターに見られてしまう。フィンの歌声に惚れ込み、なんとか部に引き入れようと企んだウィルの計略により、負け犬が集うグリークラブに入部することになったフィンだが、入部後は、学校生活が大きく変わっていくこととなる。当初は、チアリーディング部の人気者クイーン・ファブレーと交際していたが、グリークラブに入部後は、 レイチェルベリーのことが気になっていく。クイーンの子供の父親が自分と同じくアメフト部に所属している親友のノアパッカーマンであると知ったことで、クイーンとは破局し、レイチェルと交際するようになるが、レイチェルと別れてから再び付き合うまでの間にサンタナ・ロペスと関係を持ったことがある。また、レイチェルとの交際後もクイーンに後ろ髪を惹かれていた。新セークリー誕生に登場した、 少年時代のフィンは、ジェリー・フィッリプスが演じている。また、代理教師にお任せに登場する、幼児期のフィンは、ジェイク・バーンによって演じられた。制作サイドが、出演者を先行していた当時、モンキスのバンクーバーのエージェントのエレナ・カーシューナーが、彼がドラムを叩いているビデオを送った。番組クリエイターのはそのビデオに目を止めたものの、演劇の経験がない志願者は演技の他にも、 ダンスと歌がこなせることを証明しなければならなかったため彼も歌わなければいけないと指摘。それを受けたモンティスは自身が歌うレオスピードワゴンの涙のフィーリングを80年代のミュージックビデオ版にしたテープを送付した。その後ロサンゼルスでオーディションを受け歌声が弱いと指摘されたものの見事品役を獲得した。ありがとうございます。